どうもー明日はあこんばんは、どうもー。やっほー。髪がボサボサになってきた。こんばんはー。 今日はラジオだね。このあと、須田キュン。須田キュンが23時からなので、23時より前に終わりたいと思います。ますます。こんばんは、どうも。やっほー。こんばん、みほ。やっほー。 でも京都で美しい。いえ。いやいやいや。ハラペチンのサンハートありがとう。やっほー。匂わせ。いえ。匂わせしてきました。や。Yeah. でも今日は本当に自分のしたいことをできたしめっちゃ歩いたんですよね今日今日歩いた歩数すごいよ昼飛びしてるわ見て歩いた歩数21,210すごないめっちゃ歩いたもう足がね足の裏もふくらはぎも太ももも ややばい <laughs> やばいい、ね、2万ってなかなかないですよねもうこれはもう何食べてもいいってぐらいでもね夜も結構ヘルシーなもの食べましたお茶漬け的なちょっとこのお店は味しかったんで紹介したいのでまだ言わんどこめっちゃ歩いた昨日も今日も結構歩きました幸せです

だからこれって、AirPods って私充電切れてるそれとも、エアポッツの音声になってるちゃんと。このエアポッツなんか右しか多分今生きてないっぽいなんですけど。どうなんだろうなんか結構周りの騒音があるかなとか思って、ちょっと AirPods にしてみたけどさ。これで、この、これの音なのかないつもと変わらないえ、じゃあこれ繋がってないのかなどうなんかな えーどうなんかな今変わった周りの音も聞こえてる最悪じゃん嫌なの <laughs> エアポッツの充電切れとるわめっちゃ騒音があっと思って騒音があったら即ミュートします <laughs> 疲れた疲れたデザイナのハートさんハートありがとう騒音はなんか自分が気にするっていうかなんて言うんですかなぜ <laughs> みんなを気にしてっていうかもう自分が嫌なんですね。なので。 あー足が疲れすぎてもう達成し感しかねえシミラール歩くうっそちなみに今日私にしてはめっちゃ珍しくめっちゃミニの竹の服を着てたこのジャケットの下何を合わそうこ,このジャケットは今日着たくってとっても絶対に何を合わそうと思って今日は中に何かレザーのワンピースを着ております服かわいい 今近いよいるとこレザーのなんかこういうワンピース中はなんかちょっと若干あったかいけど透けとる系のやつでこの首詰まるからちょっと今日はポニーテールにしようと思ってポニー,テールにしましたぴょんこれ巻いてるみたいにめっちゃ見えるのいいなんか毛先だけ巻いたやつ 内外内外そうだよ明日があのショールームさんのスタジオでできるからちょっと今日から来ちゃいました今日からじゃないかも明日明日じゃない昨日ぐらいから来てるかもって感じですいえ <laughs> ちょっと自分の行きたいとこもうちょっと行けた美容室行ってないよ 自分だよこれ。いかんとぃ。あ、イヤリングもいいでしょう。これね、結構好き。お気に入りイヤリングちゃん。ワンチャンみオりにあるかと思って探しました。<laughs> どこにいたの私はね、多分ね、今日で地名ね、5個分ぐらい行ったと思う。 すごくすごくえ中本ねえ、私今日も夜ごはんめっちゃ迷ったわ蒙古タンメンめっちゃ迷ったけど、まあ、どうしようでもあどうしようかなちょっとやっぱ米にしようかなとか思ってきて米にした蒙古タンメンめちゃくちゃ迷って明日でもいいなワンちゃん蒙古 <laughs> タンメンほんに迷ったんだよな店舗調べるぐらいまではやってけど どうしよっかなと思ってあのマーラータンも迷った食べたことなくてそう夜ご飯めっちゃ美味しいお店を見つけて美味しかったからおすすめします多分ね男性の方が行きやすいなんかサラリーマンの人とかがいたから1人で結構だから多分男性の方が行きやすい店なんかなって感じやっけ送りますまた送りますか載せますかどっちかしますね めっちゃ美味しかった。朝も食べれそうだけど、空いてるかわかんない店が。どうなんだろう。めっちゃ美味しかった。米系です。<laughs> 米系。うん。楽しみに待って,て。 くださいォアフわアわォわフわアわ。<laughs> 東京にも別荘ってなって一個もうすでにあるみたいな言い方やばいおもろすぎるそうだよね東京にももしかしてこれ別荘なのかなシーマンみたいな後ろねキャハ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  パイロンって聞いたことあるんだけどじゃあ待ち合わせねあフあ確かに福岡が実家で広島が別荘っていえば別荘か <laughs> やばすぎんそう袖かわいいんですよ袖じゃなくてポケットもかわいいけど袖うわっ袖だけじゃなくてこの

じゃあ別荘二個目ということで間違いないですね <laughs> 間違いないですね別荘ですゆっかがみほちゃんのこと言ってたいつもう言うとこないけどえゆっかさんがさあの卒業をしたけどまだあのトークは来るんですよねなんか嬉しいそれはすごく。 なんかあ、まだいるんだっていう感じがしてすごくうんうんうん足の裏が痛いね痛いねね毎日遠く届く本当ト遠く届くいい 今日はねすごく騒音かもしれない大丈夫そう <laughs> 大丈夫そうわー何歩歩いたさっきも言ったんですけどなんかしかも霧見て2万2万1210歩やばくないめっちゃ歩くやんめちゃめちゃ歩くしかも昨日もう10時前とかにお風呂 もうベッド入ってたから10時前に入って今日も6時45分とかに起きて活動したからすごく早寝早起きそして活動的活発な感じです <laughs> 早寝早起き部でございますめっちゃ健康的な生活をしてるしかもなんか爆食とかしてない なんか最近やっぱり年なのかなあんまり食べ物入らなくなってきてしまった、ね、今日も人並みな感じのご飯んを食べましたすごくすごく早寝早起きそしていっぱい歩くめちゃめちゃ健康的な生活を送っています田中です本当にあと駅が本当にえどこまでこれ地下に行くのとか 待待って待ってて何々線と何々線ってこんなに遠いのみたいな同じ駅なのにこんなに遠いのみたいななんかさ同じ駅名でもさ線が違うとめっちゃなんか「どこ?」みたいな <laughs> 本当に難しくてめっちゃずっと Google マップ先生と協力し合ってやってるから本当にめちゃめちゃ迷子には一応ならんかったよ一回も。 そ,のそれとそれの通りに頑張っていくけんこれで合ってるよねって思いながら行くけんよしって思いながら <laughs> よし合ってるってなるんだけど本当に難しいよね本当に駅も多いし人も多いし同じ駅でも広いしなんかもう本当に都会ですあの皆さん東京とかに住んでる人すごいなと思いました。 改めてとても難しい本当に本当に本当にでもあのさ使う人が多いからさ交通費安いじゃないですか電車代とかだから電車で頑張っていくけど <laughs> うんめっちゃマジえでも大阪も難しかったすごくんか一生駅から出られないみたいな。 状態になったこともある。地下入った出口えなんかね出口もちゃんとグーグル先生は書いてくれるのこの出口から出たらこのこの場所に近いとかちゃんとね。だからそれを見てよしわかりました。B の二ですねとかって <laughs> 出たりとかするから大丈夫だったんだけど。そう <laughs> えすごい大阪は大丈夫なのすごい。 私はもう福岡は JR と西鉄と地下鉄ぐらいしかないのね種類がだから本当にまだね分かりやすいだけどもうその3つ以上になるともうね本当に分からん地下鉄でさえも何種類かあったりとか本当にに何ちゃら何ちゃら線みたいな何ちゃらまでは一緒なのにみたいな何ちゃら線何かななんだってなりながら頑張ってる そう迷子なっちゃうほんと今日すごいよいろんなとこ行ってすごいよ <laughs> すごいよまた後日言おうかなと思うけどあでも1個行ったとこでおしゃれだ日比谷日比谷ってあんまり行ったこと1回だけ行ったことあったかなあの前ブベットっていうお店を紹介したけど乃木坂の亜種さんがい食べてたやつで紹介したことあるけど日比谷おしゃんだった銀座が近い ななんかおしゃれな街でしたとっても近所 <laughs> えおしゃれすぎじゃねめっちゃ、うん、おしゃれなカフェに行きました日比谷で日比谷えっとねミッドタウン日比谷みたいなやつの中にあるフードコートみたいなとこめっちゃなんか見てるだけで楽しかった<私>職場に近い待ってね <laughs> いっぱいいる職場に近い人。 ええー、あんなおしゃれなとこで働いとんのめっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。いいのえー、いいの指 <laughs> 日々はすごいおしゃーんって思いながら。おしゃんしゃーんって思ってたよ、ほんと。あ、オフィス街なんや。じゃあカフェがある方が珍しいんかそうなのかな 一応。ねお。おしゃんなカフェがあって。いや。いや。いや、日比谷。みょうり銀座にあう。<laughs> でも、私銀座そこまで行ったことないかも。でも。え、今日も行こうか迷ったんや、ちょっと予定は時間が余ったけん。けど。何をするかな、もう足が疲れたなと思って。やめた。 日比谷公園ね迷ったよでもね足が疲れすぎて行かなかった <laughs> 行けなかった <laughs> 銭湯もおすすめなの <laughs> そうなんだなんか温泉とかあんまり他県であんま行ってないかもうん。うんうん言うておる大丈夫そう, <laughs> 大丈夫そう そう,そう,そう,そうもうその時ですでにもう1万歩は余裕で超えてたかなやからもうね本当にもう疲れててねテ、うん、ィム4ワンえ待ってそれ中華違う違うかななんか1個めっちゃ並んでる日比谷のえこれじゃんこれじゃんそれそれティム4ワンってやつなんだ 中華でめっっちゃ並んだ男があってしかもその時もうお昼も過ぎとる時間1時2時ぐらいだったのにめっちゃ並んだお店があってそれだわティム・ホー・ワンってやつ中華の料理見たいミシュランなのすごミシュラン一つ星びっくりめっちゃ並んでたもん 何に並んどんやろみんな」とめながら横目で見た <laughs> 横目で今度一緒によろしくじゃあ明日 <laughs> やすごい何屋さんの中華料理の全般って感じなのかな世界一安いミシュラン星付きレストランなんだってへえすごい大根餅とか美味しそうだうーん そうでもや,やっぱなんか東京の人はでもな並ぶことに慣れていると思うからどこでも結構列があったりする気がするすごいなって思いながら見てますルル ゥゥ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 2万歩歩かないと帰れません1人でやってたんかな私もしかしてちょっとめっちゃ歩きました本当にそして今これは何かと思うじゃないですか私今日もね実はさちょっとおみくじ引いちゃったんですよでもねちゃんとね無事に大吉でしたパンパララーン まあちょっと私の今日の格好から若干どこ行ったかって若干わかるんですけどここも行ったんだよねまた後日言おうかと思ってたけどちらっと言っとくわちらうんすくない大吉めっちゃやるやんね私おみくじいやもうもうもう大吉じゃなかったら悲しいからやめようと思ったけど大吉だったからあよかったと思って今年最後ということにしとこうら うっっすら言っとくわ最高だなすごく大吉らしいことばっかり書いてあるよ <laughs> そうだと思った本当にこっち服で若干予想ついたこれは絶対着ていこうと思ったからそうそう「っていう曲がずっと頭に。

花なんかね並んだときそうだよね絶対。待ってよあのバッグどこやったっけああった。わあ落ちちゃう。いた。ちょっと待てよ。ゲスト。ゲスト。 ゲストを置いて <laughs> わざわざ自分から荷物増やしてるからねわーい似てるよね私たち格好めっちゃかわいいやんにやにや幸せすぎるあと10体ぐらいいてもいいんだけどダメかなちょっと待ってバッグ落ちたわ あと10体ぐらい本当にいていいんだけどゲスト2人です。と <laughs> いうことでまあねこのこちらのおみくじの結果をめっちゃ豪華画面がイエイ ちゃん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 2個元から持ってるよ皆さんが優しすぎて大好きすぎてくれたので <laughs> ちっちゃい子もいるんですけどちっちゃい子は今日お留守番にしてるんですけど大きい子たちを連れてきたんだということで私の今日の大吉の内容を読んでいきたいと思います今日の大吉の内容を死ぬ <laughs> ではいきます願い事から行きたいと思います 願い事高望みも努力次第で叶ううわーすごい良くないですか高望みしてもいいんやって努力すればねすごい頑張るよじゃあそんなこと言われたら努力するよそんなのねラッキーアイテムって何どこに書いてある <laughs> あーって天才よなめっちゃいいよな進学就職はあまり関係ないんですけど 目標を高く掲げそれに向かい精進を怠らなければ勝利するらしいですやっぱなんか努力すればいいんだねどっちも目標を高く掲げてとか書いてあるから高い目標を自分で決めて頑張ればいいということですねですねですねぽいか <laughs> そして恋愛相手に対し誠意を持って接すれば成就する <お> <laughs> はね全部いい感じだよね本当にすごいよねいい感じですよ皆さんに誠意を持って元からですけど誠意を持って接していきたいと思います <laughs> 出会いいい出会いがありその後の関係がな謎仲続きします う誰かこれからファンになってくれる方とかかな長続きやってありがとうございますかな全部いいように解釈するんで私そして健康病気になっても周囲の支えにより解放に向かうあざす <laughs> 全部いいんだよね結局すごくない今のとこ全部いいじゃん全部いいよね すごいよねああね出会い SKE さんのメンバーさん確かにあるねうわ一緒にご飯とか食べれる仲になったりとかしたら最高だけどほうん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 ね全部いいことそして家庭家庭はちょっと分からんけどよく常に誠実な心を忘れなければ家庭円満でいられるでしょう さっきからまた誠実とか誠意とか出てきたねまたとりあえず真面目に努力して誠実にいたらすごくいいことがあるのかなもしかしてすごいママにやつあったらえ今日もちょっとした <laughs> 今日もちょっとしたママにごめんねふうなるほどねあとは行動 海外旅行が基地ですみんなごめん旅に出てきますすいません基地なので海外旅行がこれ行かないとなんでね行ってきたいと思いますすいませんね <laughs> 海外旅行ってシ ST 入ってからしてないなてかできんかコロナ禍で全然入る前はめちゃくちゃもう福岡が本当に韓国と近いからめちゃくちゃ行ってたんだけど なあにわ、うわーハワイ行ったことない行きたい行きたいいいねそして最後は金運宝くじに幸運がありますだってやったことない宝くじすごじゃん <laughs> でも買う勇気は出らんな。 宝くじ何5億ぐらい当たるのかなそこまであるのかな当たりって最高じゃね全部いいことが書いてあるんですよすごくないですかすごすごすごくないめっちゃいいですよね宝くじ楽しいの何人か分かんないんだけどただくじなのかな わかんないですけど9時のあたりがお金ってこと <laughs> でさすが大吉んか大吉らしい大吉の内容でした嬉しいですはあかわいいこの子たちかわいすぎじゃんズズルル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 ル 私 <laughs> <ーん> <laughs> 別荘じゃあ買います宝くじ当てて別荘買おうめっちゃかわいいじゃんこれ何なのかわいすぎじゃん明日も楽しみすぎるし明日はみんな20時からこのショールームだよ私のルームで千日記念配信 一つ私がやりたいとってもやりたいああなるほどねみたいな多分思うと思うけど私がやりたいことやってもう一つみんなに何かをプレゼントできてそして最後はまあおめでとうって感じのことができるよああピーポーなってますねちょっと待ってくださいね 配信1時間もないんじゃないかな他のメンバーの記念配信を見てたら1時間ないぐらいじゃなかったかもどうだだから多分ないぐらいかなと思います勝手なあれではまあ私の企画的にもだ多分大丈夫1個そのやりたい企画で1回目は餅つき をやりたいって出してたんだけどさすがにあのいや無理だろうなと思ってたんですけど無理でしたさすがに餅つきはちょっとあの調子乗りすぎました言うのなの <laughs> であの違うことをやりますけどうん待っててくださいでもそれもめっちゃやりたいことでちょっとお楽しみにです <laughs> 餅つきダだった悔しい なんかねその配信内でできることですね配信内で完結することにしました餅つきなーにーやっちまったなーひゃーああよかったー8時は助かるよかったよかった平日だしねー19時からソラハさんだったかなそうソラハさんとなんか 千日期の会社あるんですよねって私が話したら「えソラハも同じ日だよ」って言われて「えそうなんですか?」って言って「わーびっくり!」って二人で「嬉しいソラハさんと同じ日嬉しい」だからもう時間的にも多分ソラハさんとソラハさんとラブなラブな日を過ごしますねソラハさんとソラハさんと東京に宿泊だね う <laughs> 嬉しい楽しみ嬉しいそれも楽しみだもうれしみだうれしい。これ私くまりチュされてるわきゃあそういえば一個思い出した話がある <laughs> あの街に街にはいろんな人がいるのでまあ,あの皆さんも見たことあると思うんですけど今日いろんな人がいてですね あのついついさっきぐらいについさっきぐらいに見た,もん見たことなんですけれどあのこれを人間としてやればいいか <laughs> これを人間としてやればいいかあの普通に道を落ちちゃあもう歩いても歩き疲れてもクタクタでこうやって歩いてたらえコンプラコンプラいけるかな <laughs> コンプラいけるかなそう街中いやそんななんかうわーとかじゃなくてわーってなった。 私は見てあの街を私はトコトコトコとコ歩いてたらその信号待ちしてる人たちでチョチョチョってやってたって思ったチョチョチョってやってたは <laughs> ああ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 あとあとああ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 あうああ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  前もなんかね見たし私それ見た。<laughs> なんかうわーとかじゃなくてなんかそんな感じだったすごいですね、都会ですねなかなか広島と福岡では見なかったので ななかなかえポーカーフェイスじゃなかったと思うでもその人たちはもう二人の世界やんやけ私がどんだけニヤニヤしてようって大丈夫です <laughs> 大丈夫ですだからだねって言ってイルミネーションもただ街を歩いてるだけでも木が可愛く飾りつけられててめっちゃすごい可愛かった いっぱい写真撮りましたいっぱい送りますえ、<laughs> ルミネーションめっちゃ綺麗だ東京駅の周辺も歩いたんだけど結構そこも綺麗だったしめっちゃめちゃめちゃ綺麗な街並みがいっぱいでずっとでもビルとかそういうのとか見て歩いてるから首もちょっと痛くかった 結構な首と足が痛い状態になりました <laughs> すごくすごくうん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 ええー、それ聞いたことあるわ上向いて歩いてる人田舎もそう田舎も丸出しなよね本当にいやんい <laughs> やんでも見てて楽しいんだよね街をそういうんか街 街だーってほんとにめっちゃ歩いたほんと何駅分歩いたんだってぐらい歩いてるなんかしかも乗り換えをしたくないからこっちの駅まで歩けば乗り換えがないぞとかを見たりしてすごい歩いちゃったからねえそうだね町と人間見るのめっちゃ楽しい私も見ちゃうめっちゃ見た今日も今日もキョロキョロしてるんかい かいえー、結構うん東京から言楽地分かんないわ土地勘がないわ分からんわはい。<笑><笑>そうでも駅と駅近いからそう歩けるけど駅の中駅構内私東京駅から今日脱出できなかったもんだからうわー待ってどこどこどこみたいな感じになってめっちゃ歩いたから。 うん、いっぱい歩けましたさすがにワンポ本当にもうねくたくたちゃんくたくたチャンネル「帰宅ラッシュの電車ねとかは嫌だからでもなんかその時時間帯がなんか良かったのか人めっちゃ多いし。 っエスカレーターどんだけ上がるのみたいなすごかった大変でした <laughs> でも楽しすぎるいっぱい歩くのが最近好きなのでねうん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  渋谷駅完全脱出できない渋谷も何回か行ったことありますけどマジ怖いな <laughs> 怖いなあそう,あそう京葉線ってやつえ読み方合ってる京都の京に葉っぱの葉京葉線それか深かったやつそれかもなんか 今日いろんな線を乗っんちゃらかんちゃら線とかんちゃら線とかめっちゃ乗ったんだけど京葉線深いやつかなんかねえどこまで連れて行かれるの本当に怖いよってぐらいなんかこの地下に閉じ込められたらもう出るんじゃん全然みたいなとこまで行くやつないですか本当になんかもう閉じ込められるんじゃないってぐらい深いめっちゃ怖いかったもん 怖すぎてえ待って待ってこれまだあるまだあるまだあるえまだあるよみたいなエスカレーター4回ぐらい下ったよぐらいのびっくりじゃないすごかった甘張メッセ行く時使うんだえもうびっくりしたよほんとあ大江戸線も乗ったかもそのだって聞いたもん今日,今日聞いた言葉日比谷線も乗ったあとめっちゃ乗ったよ <laughs> めっちゃ乗ったよもうなんか全部乗ったんじゃないってぐらい乗ってるよ なんだっけすっごい乗ったよ <laughs> すごいえっ、ー、俺大江戸線乗ったじゃあすれ違ってる日比谷線乗ったすれ違ってるみんなすれ違ってるシキシキあ京成高砂線高砂みたいなやつも乗ったとかあ浅草も通った通った 蔵前とかも通った。あと。どこだろう。<laughs> あと何乗ったか、めっちゃ乗ったよ。本当に。もうすごい。すごいよ。すれ違えたい人生、え、多分すれ違って、すれ違ってる。大丈夫、大丈夫。<laughs> 大丈夫、大丈夫。いやー。めっちゃ。歩いたねー。 ああ、明日もお昼ぐらいは美味しいもの食べたいなーって思ってるけど。ふふふ。ふふふ。え、スイカやばいと思う。だって私チャージ最初に何千円か。二千円ぐらいしたかね。三千円ぐらいしたか、ね。して、でもう一回千円ぐらいチャージしたもんね。え、すごいスイカの履歴。え、おもろ。え、すご。ふん、面白。なるほど。 すごーいすごーいし柴田駅ってなってるの嬉しいなんかえすご,ーあーすごいすごい楽しい <laughs> え確かにむしろ一日乗車券とかで。<laughs> え履歴なんか普通にウォレットから見れたスイカを押したら最近のご利用って書いてあっていっぱい書いてあるすごあと何に乗ったか秘密秘密えすご自転車待ってそんな距離なの強あいいなえっわワの空気とか公園なんか 河川敷まではいかんけどそしたらもうすごいのどかだし空気めっちゃいいしなんかワンちゃんとか散歩してる人とか,なんか公園でなんか運動ができるなんか器具みたいなのとかがあったりとかしてすごいなんか東京の東京じゃないところも見れたというか何て言うんですかなんかすごいいい雰囲気の場所も見れて。 これも良かったなんか心休まるって感じの <laughs> すごいうんこんなとこ東京にあるんだっていう感じでしためっちゃえー、近所すごいいいなえー、いいないいなでももうすれ違ってるわみんなあサイクリングロードなのかなそうすごいすごく良かったよめっちゃ めめめめちちちちゃめちゃめちゃゃ番組一人で番組撮ったのかなもしかしてもしやもしやもしやのもしや <laughs> 見フ散歩してきました歩数がだって今月のベストだもん歩数 <laughs> 昨日と今日やばい昨日も1万7000歩歩いと嬉しいふんふん ふふ <laughs> ふんんの可愛い髪かけた気がするあもしかしていやでもあの本当に何ですかやっぱ都会に行けば行くほど可愛い人が多いけんうわーあの人足綺麗とか思ったあの人かわいいあの人の髪型もいいなとか服おしゃれだなとかいう人がいっぱいいるからうんじゃ。 見とれちゃうよ歩いててだから絶対にもう余裕でバレないしむしろ私の方がモチベ上がるというか人間観察マジではかどってる本当に憧れでテレビで見ちゃうこうやって「わあわあわあ」って感じで「いやいや美穂ちゃんはその一人入ってないよ」だって「いや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 」 <laughs> いやいやでも私厚底履いてるからちょっと背が高いから若干目立つかもしれんけど <laughs> い,やいやいやいや私ねいつもね人間観察しすぎて多分見られちゃうかもしれないけどめっちゃ私が見てるからめっちゃ目合う <laughs> はずはずはずすごいでも。 ちだったねー。うんうん。うんうん。東 <laughs> 京の注目、どう、どう。どうですかね。ええ。どうですか。え、ね、目をキラキラさせながら、ええ。うん、多分そうだったと思う。はあ、はあ、はあ、って思いながら。歩いてるから。健ちゃん。そうだよう <laughs> メンバー続こうね、確かに。 私ももプラス10センチぐらいだもんね最近ハマってる靴がずっとプラス9センチ1 0ンチとかやから任せんな <laughs> 任せな任せな <laughs> 知らぬ間にみおちゃん人間観察されてるかもしれんもしかしたらもしかしたら <laughs> おもろ はあ幸せあったねー幸せあ日も幸せが待ってるよみんな20時から嬉しい早くやりたいドキ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 楽しみあの場所に行けるだなんて嬉 <laughs> しい嬉しい嬉しいあ、ししわもう10時45分あと5分後にランキング読み始めるよ 楽しみやね。企画。え、じゃあ、企画のヒント。まあ、あの、私の声に集中してほしいっていうのもありますけど、イヤホンがある人は準備してた方がいいかもしれない。って感じ。うんうんうん、明日。よろしく。<laughs> よろしくよろしく。楽しみ明日。あそこでできるんだって。そうだよ、菅井様がやってた場所。 ラーメン食べるやばいズルズルズルを聞くもしかするとそうかもしれないイヤホンなかったら別になくても多分大丈夫だけどあるならつけたほうがいいと思う <laughs> ぜひラーメンやばいラーメンやばいお笑い思ってる方はぜひイヤホンよろしく うん <laughs> よろしくよろしく <laughs> ドッキリで菅井様出てくるちょっと心構えしとくわじゃあだって同じ県にはいるのよ、ね、多分もしかしてもしかしてだからあワンちゃん私もすれ違ってんのかなゆかさんとにや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 ワンちゃんあるよね 泣きないことはないゼロパーではないよねワンちゃん3パーぐらいは余裕であるよねああ嬉しい嬉しい同じ土地にいるだけで嬉しい楽しみですね明日が明日が来るのがとってもとってもとっても今日も今日はちょっとだけ昨日とかよりは遅寝部だけどまあ配信終やってドゥルダルダルルって 準備して明日のじゃあ大丈夫かなかなかなってことでもうすぐ終わるよみんななんか寝る前に言っときたいことない大丈夫そう <laughs> おおおお,おーねそう朝からじゃないけんそう余裕持って準備できる。 明日もも美味しいもの食べるおすすめぜひまだあればでもこの前みんなからのなんか私名古屋東京名古屋東京とかあたりのおすすめ千葉あたりのおすすめ教えてって言った時にみんなが結構教えてくれたから私それを保存したくてお店をしてそのツイートリストに入れるとかかと思って。 めっちゃボン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 ってリスト入れてたら間違えてたらしくてファンのなんかそのリストってなんか保存できるものだと思ってたら何かその人をんか人自体を保存なんていうのなんか違くて私の解釈とやべってなってた消したとりあえずでもスクショはしたから店の名前は残してないけどすいませんね本当に。 びびっっくくりりししししままたたよね私もびっくりしました知らんくて気づかんくてでも後でリストを見返したらなんかえなんか違うツイートばっかり入ってんだけど何これって思って <laughs> そしたら人を保存するものなんだねあれはあツイートを保存したいのになんかスクショって消してしまいそうやんだけんと思ったのにそうあブックマークえ何ちょっとやってみる ブックマーク、ね、そう間違えた <laughs> めっちゃ間違えてたから恥ずかしいめっちゃそうブックマークってやつなんだっとあとでやってみる <laughs> もう一回そのツイートたちえツイートたちまだ消してないよねみんな検索しとくわあとでうんうんうん いつの日に聞いたんだったっけあとでしようあと <laughs> でしようあ一瞬でもリスト入れてうれしかったあざあのおすすめの店書いてくれてた人みんなリストに入れてたと思うタバしやばいよねあの焦,焦って消しましたあブックマークここにあったあとでしよう あっここでできるんだえすごい知らんかったちょっとということでそろそろランキングができたいと思いますちょっと置いておってではでは,いきますではいきますではいきます22二の美堀さんはそして13位矢島さん 12位チョコミントリス11位さや10位ジョーさん9位レグルスさん8位リーツさん7位デサイズハートさん6位寺月さん2位神淳さん そして第1位自宅さんでしたありがとうてなことで明日はこのショールームこのルームに20時に皆さん集合してください今日初見の方も明日20時集合ですいつも見てるよって方も明日20時集合です遅れちゃうって方はおそらく9時前には終わってしまうぐらいなのでそれまでに1秒でも見れたらぜひ見てくださいよろしくお願いします 明日イヤホンがあればイヤホン推奨のやつだと思いますということでまた明日お会いしましょうでは最後にじゃんけんしております最初はグーじゃんけんグーありがとうございましたではまた明日おやすみほーこの後は育ちでキュン聞いてください ありがとうね。